どうも皆さん、こんにちは、イトキング。原生復帰の制約は逆にアド、リュウです。さあ、本日なんですが、ガガガ侍によるわわわワンキルをね、お見舞いしていこうと思っておりまして、自己紹介していきましょう。ユーマくん、ユーマアストラルのこのオノマト変化というスキルね、皆さんこれもうゲットしたでしょうか。このスキルバチクソ強いんですよ。これやばくて、手札のズババガガガゴゴゴドロドカードを2枚デッキに戻すと、これ魔法トラップでもいいんですけどね、デッキからズババガガガゴゴゴドロドモンスター2体を手札に加えると、だから安定的にそのモンスター、あの確定モンスターを2体持ってこれるっていう、そういうスキルになってまして、これマジでぶっ壊れなんですよね。あの OCC で、あのオノマト、なんだっけ、オノマトペアだっけ、あのなんか手札1枚捨てて、あのガガガかドロドなんか好きなやつ2枚持ってくるみたいなカードあるじゃないですか。なんかあんな感じです。あれこのスキルめちゃくちゃ強くて、なんかそのおいおい規制されるんじゃないかって言われてるんですけども、今日はこのガガガ侍っていうのを使って、4連打していきましょう。4連打侍4連打、このモンスターはやぶさの騎士なんですよ。基本的に2回攻撃できるよっていうモンスターで、でレベル4のランク4、モンスターなんですが、これを立てる方法いくつかありましてですね、結構2体立てる方法と、まあ1枚除去とかしながら、1体ともう、なんかその課金モンスターで殴っていく方法といくつかあるんですけども、これ打点1900なんで、こいつ1体の攻撃では3800までしか削れないんですよ。だから何らかの方法で4000に届かせないといけないんですけども、並べ方は基本的に2通りですね。まず最初、オノマトピアと番長と、マンサー、この3枚を手札にオノマト変化で揃えてくると、オノマトピアの効果で手札からズババカガガガガドローカドボゴゴ出せるんですよ、2体まで。まあ、別のあのカテゴリーというか名前なのね。なので、番長とマンサーを出して、で番長とオノマトピアでランク4侍で、マンサーの効果で、あ、侍で一回オーバーレイユニット取って、オノマトピアを墓地に送って、で、マンサーは、墓地のガガガ特殊召喚できるんで、これガガガとしても扱えるんですよ、ルール上。なんで、オノマトピアを、マンサーの効果で釣り上げて、で、マンサーとオノマトピアで、侍出して、そうすると侍が2体並んでるんですね。で、マンサーは素材に使って墓地を送られると、モンスターの打点を500アップできるよっていう、効果を持ってるんで、侍が2400にできます。で2400の2回攻撃と1900の2回攻撃が入るんで、なんとですね、 OCG の8000ライフさえも吹き飛ばすというね、あまりにも殺意の高いモンスターになると。でそこにさらに私はやっぱりね、脳筋王なんでね、脳筋ゴリラ王なんで、ゴリラ系実況者なんで、脳筋カードをぶち込みまして、ひたすらに打点を上げて殴るっていうことをしたいということで、一気加勢を入れておりますと。最近一気加勢に頼りすぎで、バックちょっと触る手段が、メインギミックだと、そのモンスター低下する前には触れないんで、なんでナイトショットとか局所を入れていますと。で、さっき言ったガガ侍を2体出すっていう以外にも、ガガ侍と横にモンスターであればワンキル取るじゃないですか。なんでそういうことをする場合って、除去が飛ばせて、このガガガボルトっていうカードがめっちゃ強いんですよ。これガガガがいると相手のフィールド、相手じゃなくてもいいんだけど、フィールド上のカードを1枚破壊できるよっていうカードなんで、しかもこれ持ってこれるんですよね、シスターが。シスター召喚に成功すると、魔法トラップのガガガを持ってこれるんで、まあ、これが、これも持ってきてくれるからすごい強いんだが、まあ、エボリューションバーストですね、これ。いわゆる。なんだけども、このガガガシスターがレベル2なんですね。で、自身は他のガガガ、モンスターと、レベルを合体した数値に、慣れて、でさらに指定したモンスターもその、レベルが同じになれるっていうことで、例えば2と2を並べると自身の効果で4と4にできるんですよ。もちろん2と4を並べると6と6にできるんで、6エクシーズとかもできるんですけども、このガガガシスターが非常に優秀で、あとこのガガガキットっていうのが一応特殊召喚できるんで、ガガガがいると。なんで、シスターとキットでもいいし、ランク4並べるんだったら、ワンキル取るんだったらシスターとキットと、ズボワンチョ組み合わせ2パターンですね、主には。オノマトピア、ズババワンチョウ、ガガガマンサーか、シスター、キット、ズババワンチョウっていう。これが、主な、コンボパーツの揃え方ですね。で、シスター絡む場合は、ガガガボルト察知してるんで、相手の場面にも触れることができますみたいな。そんな感じのイメージです。とにかくね、このね、スキルが本当に優秀なんでね、規制される前にね、使い倒していきましょう。デュエル。スタンバイ。さあ、エクシーズ次元が最強だということを思い知らせてやるぜ。やばい、ちょっとガガガない。カットビングだ俺。ちょっとガガガ1枚しかないんですけど、
これ迷惑じゃない？反動。あのでもね、このスキルバチクソ強いんでね、多分ですけれどもそのうち修正されると思う。今はまだ弱い。そこまで弱いとか弱くはないか、別に今でも強いんだけど、その壊れてはないんだけど、やっぱランク4モンスターとかで廃用モンスターとか、まあランク6で廃用モンスターとかでめちゃくちゃ強いモンスターが出たら、これ絶対初手立てれるんですよね、このスキル。かなり安定感が増すという意味で、おそらくですけれどもこのスキル多分そのおいおい、やばい修正が入りそうな気がしてますね。全てを終わらせる動きを安定的に供給できるためとか、そういう理由でこのスキル修正になりそうな気がしていますが、さあホーク女王の効果によって雷キレが出てくる、いいだろう。さあブラックフェザーでしっかりと2体並んできた。まあちょっと旋風ないんで、あとブラックバドクローズっていう、ほんと何も引かないけど、オノマト変化していく。ブラックバードクローズだけマジで本当にやめてほしい。あのブラックバードクローズ追悼式をやってる人は本当にね、あの未来が見えない人なんで、僕はあの基本的にブロックするっていうブロックはやりすぎ。ガガガシスターを召喚、ガガガシスターのモンスター交換を発動。あ、取る、オッケー。 BBC ではない、 BBC ではないと、ということは本当ダブルアップチャンスと噂の一気火星が相当強いことになるぞ。さあまずライキリをぶち殺していく。そして、ガガキットを特殊召喚、ガガキットを特殊召喚し、ガガシスターのモンスター効果発動。その他のガガキットとレベルを合わせたレベルにできるぞ。そして俺はガガキット、ガガシスターでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、この世を一刀両断せよ、ガガガ侍。そしてガガガ侍のモンスター効果発動、オーバーレイ糸を一つ使い自身をハヤブサの騎士化するぜ。そして一気火星発動、うおバトル、ガガガ二刀流連続攻撃対戦ありがとうございました。これがネオニューガガガワンキルよ。さあお相手の方もユーマとアストラルだ。行くぞ、俺の名はつくもリューマ、先行は何もやることがないんでターンをエンドするぜ。皆さん見ていただきましたか、9月30日の、はじめ社長との生放送は、Google さんとのね、コラボ配信でございまして、まだ見てない方はよかったら、Google アーカイブで残ってますんで、 Google ウィークの、ゲームのやつか、ぜひ見ていただければと思うんですが、サイレントマーシャン強い。これバック除去ないのちょっときついから、バックナイトありがたいんだけど、バックナイトありがたいんだよな。ちょっとバックあるかどうかちょっとだけ確認させてもらっていいですか。さあサイレントマーシャンのベリーマンチャンカールを持ってきていく、でぶん殴られていく。あ、オッケー、ワンキルは届かない、バックなし、オッケー、ナイス。そうですね、ガガガシスター、あー一気化成2枚か、一回止められるんだよな、一回止められる、なるほど。ガガガシスター、シスター、これあれじゃない、侍2体のパターンなんじゃない、侍2体パターンなんじゃない。ですね、ちょっと侍2体パターンでいこうかな、こことオノマトピアと、ガガガマンサー、この3枚なんですよ。侍を2体立てる場合はこの3体でいけるんですけども、まあ、とりあえず起動オノマトピアの効果を発動、手札からズババガガガドロドロドロド、なんかいい感じのモンスターを 2体まで出せるぞ、リンクスだったらな。さあ行け、どんどん特殊召喚していけ、そしてズババ番長も特殊召喚していく、そしてオノマトピアと、ちょっと間違いな、これ操作間違いな、マンサー残さないといけないのか、オノマトピアとズババ番長でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ガガガ侍、いい、そしてガガガ侍のモンスター効果発動、オーバーレイユイトを1つ使い自分フィードのガガガモンスターを2回攻撃することができるようにするぜ。そしてガガガマンスターのモンスター効果、墓地のガガガモンスターを特殊召喚、この効果の発動後ガガガモンスターしか特殊召喚できなくなるぜ。そして俺はオノマトピアとガガガマンスターでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ガガガ侍 B、 そしてガガガ侍 B のモンスター効果を発動、オーバーレイユイトを1つ使い
ガガガモンスターを2回攻撃することができるようにし、ガガガモンスターのモンスター効果発動、フィールドのモンスターの打点を500ポイントアップ、そして手札より一気火星発動、一気火星の効果によってこのモンスターの攻撃力を1500ポイントアップする。無効化されてもそんなもん知るか、もう一枚やるんじゃボケー、いっけー3900の2回攻撃、1900の2回攻撃、ガガガ4連打来い。サイレントマジシャン、そんなクソザコモンスター知るか、ガガガ侍4連打。これもこれが完全にヘルカイザー亮が憧れたと噂のガガガ侍4連打よ。対戦ありがとうございました。まあ3連打しかしてないんだけどね。さあお相手の方、騎乗員飛鳥ひらら選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。いやーちょ、バックチョキを少し増やした方がいいかな、これ。バックチョキ、あ、なに、マジっすか、それはマジっすか、ロックンロールだよ、それは甘いじゃない。このデッキに対してノーガードエンドボスやっちゃってるでしょ。これはじゃあガガガザムライ2体でいきましょうか。シスターシスターでいいですね。もうそんなガガガボルトとかサーチしてる場合じゃないんで。シスターシスター戻しからの、このスキル強すぎだろ。ガチで。このスキル強すぎないか。このスキル絶対修正かかるわ。で、オノマトピア召喚。オノマトピアのモンスター効果を発動。手札からガガガ、ドロドゴゴゴズババの、なんかどれかをなんかいい感じに出せる。そして、ズババ番長とオノマトピアでオーバーレイ。俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、ガガガ侍。そしてガガガ侍のモンスター効果を発動。ガガガ侍のモンスター効果によってオーバーレイユニットを1つ使い、ガガガ侍を2回攻撃することができるようになった。さらにガガガモンスターのモンスター効果発動、墓地のガガガモンスターを特殊召喚。オノマトピアは墓地ではなんかガガガモンスターとしても扱う。そしてガガモンスターオノマトピアでオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。ガガガ侍2体目、そしてガガガ侍2体目のモンスター効果を発動。ガガガモンスターをオーバーレイユニットを1つ使い、ガガガ侍を2回攻撃できるようにし、モンスターの効果によって500ポイント攻撃力アップ。さらに手札よりマジックカード発動、一気火星、一気火星の効果によってフィールドのモンスターは攻撃力が1500アップする。一気火星さらに発動、これによってガガガ侍3400、3900、4連打、いけー。あ、なんかある、何、カイトロイド、そんなもんで守れると思ったか。いけー、ガガガ侍3連打目、まだあるぞ、4連打目、これなんだこれ、うわうぜー、うっざー、うっざ、うざすぎる、これどういうデッキ、これそんな耐えることある、なんかすげえカードを使ってカード2枚で耐えられたんだが、マジめんどい、これ何、これ何デッキ、これそんな防御度入ってるって意味わかんなすぎるでしょ。さあ一体何デッキなんだこれは。さあ困ってる、あ、返せないか、事故って返せないか、これはガガガガガガ学園の緊急連絡網、バカな、そのカードはデッキからガガガモンスターを特殊召喚できるカード、ガガガマジシャン、なるほど、ガガガマジシャン、ガガガガある、やばい、あ、やばい、伝説のコンボや、いやでもワンキルはできないんじゃないか、これゼロになる、ガガガールはエクシーズ召喚、ガガガーと名の付いたモンスターのみでなんかエクシーズ召喚されてると、いや、やばい、なんかそのモンスターの打点がゼロになるとかいうやばい効果持ってる、やばい効果持ってるが、ガガガ侍のモンスター効果は攻撃対象にされた他の、モンスターが攻撃対象にされると自分を守備にしながら自分に攻撃を誘導するっていう効果持ってるぞ。いや、これゼロになるの永遠かよ、強すぎだろあいつ、やばいこと起きた、やばいこと起きた、ガガガ侍のモンスター効果発動、タイムなんか引け、なんだ、何引けばいいんだ俺、何を、きつい、きつい、バカな、なんだよ、ふざけんなよ、どうなってんだよこのゲーム、分かった、でもシスターかなんか引いて、あれ勝利すればいいんだろう、ガガガシスターかなんか引いて
ガーカシスターかなんか引いてボルト持ってきて雷警報を、いや遅え遅えとかじゃねえし、分からされた、完全に分からされた。